ニュードーンはやり合うつもりよ。 SNS にうちの人材募集ビデオを公開したら訴えると脅して削除させてる。こっちはフォロワーを失いかねない。 EMCA 削除、ムカつく。ムカつくどころじゃない、これは宣戦布告よ。検閲なんて許せない。ニュードーンはインチキだ。金持ちどもはエリート主義の無駄な会合に金を浪費してる。チャンスかもな。メンバー以外に彼らの肩を持つ者はいないはずだ。あのインチキ協会をコーンホールしてやる。コーンホール？食べたコーンがたどり着くとこよ。ああ。連中はジミー・シスカの映像を使ってるのが気に入らないみたい。彼から始めよ。奴らの最も有名な広告塔よ。待てよ、あのジミー・シスカだぞ。ガキの頃はシスカメガネとか縦襟とか持ってた。開いた傷口のセリフも全部言える。マジか、俺もだ。ランチボックスも持ってる。超ナイス。しかも新品だ。シスカはやめないか。彼は勘弁してくれ。他に方法があるはずだろ。多分ね。サイバードライバーの撮影で街に来てる。思ったんだけど、彼と話してニュードーンとの関係を立たせたらどう？少しはマシなやつになるかもよ。そしたらまた堂々とシスカ T シャツが着られる。ちょっと待って、コーンホールを動詞で使った？それじゃあ意味が通じないんじゃ。オーケーオーケー、シスカに集中しよう。ニュードーンは脅迫記録を残してるはずだ。地元の事務所に侵入してそのファイルを探せばいい。そうだろう。エイトも。地元の仲間を集めて現地で落ち合う。コーンホール開始だ。やるしかないよな。コーンホール。長い間捕食者は宗教のふりをして弱者を犠牲にし傷つけてきた。ニュードーン教会はインチキだ。教会における地位は支援の額で決まる。忠誠心は脅迫と恐怖で得るもの。彼らは自分たちを無敵と信じている。それも終わりだ。デッドセックがニュードーンの秘密と目的を明らかにする。協力して、マスクをつけて勧誘センターで抗議しよう。ネットに書き込んでリーダーに知らせよう。一緒にメッセージを送るべきなのだ。もうたくさんだ。レッドセックは真実を言う。行動を起こせ。そらしてるみたいだね。中に入って調べたらどう？そうだった、服装もぴったりだし。ええ、悟りを買おう、全財産で手に入れよう。よし、さてと情報を探ってくるよ。これから奴らと戦うことになる。怪しい情報をできるだけ集めて、フォロワーを増やすには世間の怒りを煽る必要がある。でっち上げちゃダメか。バレたらデッドセックの今までの主張が全て嘘だと思われる。連中がクソ野郎なら汚れたシーツが見つかるはずさ。洒落た例えを残してマーカス侵入。喜んでもらえて何よりだ。まさか。でもどういう主張かは聞いていません。
タランって若手女優が好きみたいだけど、ジミーシスカはこの街にいるのよ。わっ、yeah, sure. When are we gonna hurry up and get internet covered as a basic human? みんなシスカを引き込めそうだ。彼は教会とだいぶ揉めてる。緊急カウンセリングを計画してるくらいだ。カウンセリング、狙いは彼のかね。もちろんそれもあるが、ちょっと違う。奴らは自分たちをワイヤーでイカ様の電子装置につないで精神科医ごっこをするんだ。見物だぞ。シスカはカウンセラーを待ってるはずだから、代わりに俺が行く。本気なの？演技とかする気？そういうこと。まずは本物を足止めしないとね。ジミーシスカから電話が行くはずだ。いや、みんな、こいつのモノマネは聞いとくべきだ。笑えるぞ。今は時間がない。また連絡する。もしもし？ジェイソンか、君今日のカウンセリングに来るんだって？ジミー、そう、そうなんです。今出るところで、調子は？よくないな。どうやらエンパナードを食いすぎたらしい。話し合うには腹の調子が悪すぎる。わかるだろ？ああ、ええ、なるほど。下してるんだ。かなり激しく。わかりました。予定を変更しますか？ああ、その方がいい。チュアブルを飲んだんだ。後で必ず電話する。それでいいか？わかりました。お大事に、ジミー。ああ、ありがとう。